こんにちは、浜根先生です。今日は人気の手帳プランナーミュウさんをお招きしました。こんにちは、手帳プランナーとして活動しておりますミュウと申します。心を緩やかに整える手帳術の考案やフェリシモの身につくプログラムの手帳術レッスンを監修したり、文房具のプロデュースを行っています。本日はよろしくお願いします。今日は3つのことを教えていただきます。1、基本の木、手帳について教えてもらおう。真骨頂、手帳を使い続ける先にあるものは挫折も OK、 心が整う手帳術です。それではミュウさん、1つ目からお願いします。手帳を使うと良いことについてお話ししていきたいと思います。自分の生活が整っていくというのがまずメリットの一つとしてあります。二つ目は、今の自分の現状を理解してなりたい自分というものを考えることができるようになります。三つ目は、残しておきたい思い出をいかに記録することができるようになります。どんなことを記録してるんですか？息子と一緒に初の動物園行ったとか、水族館行ったとか、アルバムとして残すというよりは写真を貼って残すということをしています。普段の手帳はこのように使っていまして、息子の成長記録を書くようにしています。でバーチカルにはざっくり書くということを意識しています。日付の部分はですね、サンビーさんとコラボをさせていただいて、そちらの方をこう押して使ったりとか、1日のテーマっていうのを決めてテーマを書き出しています。トゥードゥを書くところがあるんですけれども、多く書かないことを意識していて、6個まで書くようにしています。でアクションとトゥデイズキーワードっていうものがあるんですが、こちらどちらも箇条書きで書いていまして、アクションにはその日の良かったことだったり、あとは嬉しかったことだったり、感謝したいことだったり、あとは夢に向かってこんなことを実行したよというアクションを書くようにしていました。トゥデイズキーワードの方には、向上心だったり最短で叶えたい夢を書いていて、私が今度出版する余白手帳術という本があるんですけれども、それがスルスルと売れている、ありがとうというようなことを気取りで書いたりもしています。でフリースペースのところにはデコレーションも楽しみつつ、自分の頭の中の整理として使っていて、付箋でちょっと整理をしてみたりとか、こっちはその日感じた気持ちを書き出すことでちょっと整えたりとかもしています、うん、手帳がねとっても綺麗に書かれていて、もう多くの人が憧れちゃうと思うんですが、やっぱりある程度フォーマットがあって、 to do を6個にするとか、今日はこの自分への書ける言葉はこのスペースに書こうみたいにして、やっぱり毎日続ける書きやすさというのをとてもその手帳で感じられました。ありがとうございます。手帳を使い続ける先には一体何がありますか？痛い自分というものを意識することで目指していくことができるようになることです。ミュウさんは手帳の方まで出されていますが、やっぱりそういうのも手帳を使い続けることによって、そのなりたい自分っていうのが見えてきて、活動して叶うということは本当にそういうことができるんですかね？そうですね、私自身も最初の頃は本を出したいっていうふうに思っていたんですけど、じゃあどんな本を出したいのかとか、そういった具体的なところまでは考えられていなかったんですが、うん、手帳を使い続けることで、どんな本を出したいかとか、何をしたいかっていうことが明確になるようになりました。手帳仲間でもそういうことって本当にあるんですか？そうですね、皆さんも自分が今何をしたいのかっていうことが分かるようになってきて、実際にその活動を始められたりとか、転職されたりとか、その環境の変化っていうのがすごくあるみたいです。手帳ってスケジュール管理でよく使われるようなイメージがあると思うんですけど、スケジュールをあまり重きに置いていなくて、毎日の振り返りをしたり、次の日の向上心
夢を決めたりして心を整えていくというような使い方になっています。ただ あの予定管理だけだと、うん、その日行ったことで終わると思うんですけど、あの行ったことに対してじゃあどう感じたのかとか、うん、次はどうしていきたいのか、大切な思い出は何かっていうものをしっかり考えることができるようになるかなと思います。今手帳を全く使っていない方もやっぱりちょっと書いてみることによって自分の、まあ、ちょっと深いところまで見えることも内省につながるんだなというふうに感じました。3つ目の挫折も OK、 心が整う手帳術についてお伺いします。最初は手帳をたくさん買い込んで使っていた方なんですけれども、でも1年間続けることが全然できなくって、うん、挫折経験があります。自分に合った手帳って何だろうっていう風に考えるようになって、始めたのが真っ白なノートに自分でフォーマットを書いてみるというのがスタートになっていました。みゆさんはココゆる手帳という手帳をご自分で考案されているんですよね。ちょっと見せてもらっていいですか。初代に使っていた真っ白なノートにフォーマットを書くということを行っていたノートがこちらになります。これも実際に自分で定規を引いてフォーマットを手書きで作っていた ものなんですけれども、そしてその次はどうなったんですか。生徒さんがですね、みんなで使えるものが欲しいよねってなったんですよね。で生まれたのがシステム手帳用リヒルになります。すごくカラフルに出来上がっていて、なので積み重ねれば積み重ねるほどこのレインボーカラーが綺麗なすごい。次に誕生したのがフェリシモさんと一緒になって作った閉じ手帳になります。で約半年分なんですけど、写真も全部ここに、仕事の内容もすべて集約しているのですごく膨らんでいます。そして今年の7月にクラウドファンディングを行い誕生したのがこちらの手帳になります。中身もすごく使いやすいフォーマットにカラーリングになっていて、でマンスリーが別冊になりました。コユル手帳はこのようにプロダクトがたくさんあるんですけれども、うん、こちらのフェリシモさんとの閉じ手帳も現在販売中で、クラウドファンディングで誕生した手帳もオンラインショップで販売がスタートしています。今行っているのがフェリシモのオンラインサロンの方ではコユル手帳の使い方講座を開催しています。フェリシモのオンラインサロンでは延べ800人以上の方にご利用いただいておりまして、で DMM オンラインサロンのオーナーも務めています。 DMM オンラインサロンの方ではココゆる手帳ユーザーさんがつながって、まあ、一緒に手帳を黙々書く時間を Zoom で共有したりとか、あとは手帳のワークショップみたいなことを行っています。コミュニティであるのがインストラクターとアンバサダーになるんですけれども、インストラクターは10名ほどいまして、はい、ココゆる手帳を伝えることができる唯一の存在となっています。でアンバサダーの方はフェリシモの閉じ手帳のアンバサダーとなっていまして、こちらでは自分の使い方を PR していただくということを行っていただいていました。すごいですね。もうここまでくると手帳界の憧れという感じがします。みゆさんは2022年12月に初出版本を出されると聞いてます。もやもやを手放して本当の自分を取り戻す余白手帳術という本が12月20日に発売となります。テーマは余白についてまとめているものになるんですけれども、余白っていうと暮らしの中ではすごく良いイメージなんですが、手帳に余白ってなると急になんかこう良くないものというようなイメージに
なりがちかなと思うんですが、その余白の中には可能性が秘められているよというもので、あの切り口がスタートになる本になっていまして、で読み終わった後にはちょっとこう心が軽くなるような考え方が180度変わる、そんな本になっています。でその中にもあの様々な手帳が登場するんですけれども、ここゆる手帳ももちろんあのショーの方で入ってくるので、そこで詳しくレクチャーを行っているので楽しみにしていてください。ここゆる手帳は日付が入らないのが一つの大きな特徴のような気がするんですけども、自分のスケジュール管理はデジタルで管理しているんですね。で自分のアイディアだったり考えを整理したいときは手書きで行っているので、そういった使い分けが今後浸透していくのではないかなと感じています。お仕事お忙しい方、副業とかも増えていますので、とても手帳にアナログで書くってこと自体が非効率だし間違いのもつだと思うので、もう割り切って今日あったやりたいことを書くとか、振り返るとか、夢に向かっての小さな目標、大きな目標というふうに、なんかつなげていく、時間を超えてつなげていく一つのパイプになるっていうイメージを受けました。そうですね、相棒になりますね。相棒いいですね。恋人でもいいですよね。そうですね、執事とかね。面白い、ありがとうございます。これからやりたいことはありますか？やっぱり今は手帳って文房具好きとか手帳好きの方が使っているというような感じがあるので、もっとその暮らしに溶け込んで使えるよっていう、暮らしの一部のアイテムになることを目指していきたいなと思っています。それでは最後になりますが、手帳好きさんへメッセージお願いします。私も挫折からスタートして、挫折した側の人間が手帳を作っているというような面白い現状になっているので、なんか本当始めてみるっていうのが大切かなって思いますし、挫折とかその失敗って結局悪いことだけの塊ではなくって、そこから生み出すものってあると思うんですよね。やっぱり楽しいってちょっと感じた気持ちとか、ちょっとこれトライしてみたいなっていう気持ちが生まれたりもするので、その気持ちを大切にして日々の手帳ライフを楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。みーさん、今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。では手書きが楽しくなるグッズやアイデアをお届けしています。次回の手書き動画でもお目にかかりましょう。さようなら。